学食は毎日一番リッチなものにしたい。そうですか。では兄さんの外食費はすべて一月分の食券にしてお渡ししましょう。学校の食堂に問い合わせて、その月の献立を把握した上で何を食べるのかを決めさせていただきますね。